そうですね、横浜でいい結果、出した中で、こっち移動してきましたけども、心身ともに、リラックスした中でも、次の試合に向けて、みんないい準備ができていると思っています。そうですね、うちらにとって非常にプラスになる、雰囲気だったり、アドバンテージがあると思っています。個人的にも慣れ親しんだスタジアムではありますし、このチームでも元浦和の選手もいますし、その他の選手でも演技がいい、ゴールを決めているスタジアムだと思っています。90分通して相手に隙を作らせない、0点に抑えること、守備陣にとっては、一瞬たりとも隙を作らせないというところは監督が常に言われていることです。まあ、自分たちがホームということで相手にプレッシャーをかけるということでも、ホイッスルと同時に受け身にならずに自分たちからアクションを起こせというふうな指示は取れます。